っている材質なんですが、9割型ですね、金属製を鉄板、アルミ、あとはですね、圧縮紙ですね、紙をこう圧縮した型すると硬くなるんですけど、そういうものを使ったりとか、よりこだわるお客さんには、価格帯も結構変わってくるんですけれども、革を使ったりとかいう技法で、より本物に近いものをお客さんの、そのオーダーでお作りいたします。ですね、うちの商品ラインナップで約、150両ほどあります。稚児のものから、武将のものまで、あとはオリジナルでお作りしているものまで、すべてのラインナップで150両ほどですね。1両2両と数えます。よく皆さん1体2体とか言われるんですけれども、領土の量という意味で1両2両と数えます。名のない武将のものですね、お客さんのオーダーでこういうデザインの鎧を作りたいとか言われるお客さんには、あとご予算をお聞きして、それに見合った鎧をお作りさせていただいてます。博物館などの、本物の鎧ですね、名のある武将のもので、伝えのあるもので、そういうものをですね、写しを作っていただきたい言われる業者さんとか博物館さんもいらっしゃるんで、そういうところにはうちで商品ラインナップにある鎧よりもクオリティをはるかに上げたものをお作りして販売させていただいてます。完全オリジナルのものが多いですね、はい。自分に見合った、やはり結構外国の方、体型着られる方が多いみたいなので、日本のやはりそういう、古来の鎧をまとっていろいろ演舞をされたりとか、そういうことを機会が多いみたいで、結構それ着用メイン の注文の方が多くてですね、すごく大きな塔が出荷場のところに置いてあったりとかしますね。飾り方のポイントなんですけれども、海外の方も日本の方もそうなんですけれども、やはりですね、こう人が実際に来て座っているかのように飾っていただければ一番ベストかなと思うんですけれども、まずポイントとしては、こういうコテですね、コテやですね、足のすねっていうんですけれども、こういうところにですね、中にあんこですね、芯を入れて、さも人が着ているかのように膨らみをちょっとこう持たせて飾られるのが一番ベストかと思います。